こんにちは。 OHK アナウンサーの渡辺大輔です。今回私が紹介するのはこちら、なにわ名物肉吸い。私も居酒屋で串カツのお店なんかでね、よくサイドメニューにあるこの肉吸い頼んだことあります。出汁が効いててね、美味しくてお酒との相性もぴったり。さて今回料理を教えてくれるのは、コミュニティペーパーサリオに楽々レシピを掲載中の料理研究家児玉美恵さんです。今回のポイントは、児玉さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは今回のポイントを教えてください。はい、今日は牛肉を使ったお吸い物になるんですが、まず牛こま切れ肉 150g ありますので、これに下味をつけたいと思います。はい、はい、じゃあポリ袋を使ってね、もう片付けいらずの、はい、下味でいきたいと思いますので、お肉をポリ袋の中に入れていただいていいですか。はい、包丁を使うのかなと思いきや、もうポリ袋。はい、もしちょっと長ければですね、食べやすい一口サイズに切っておいてもらえたらと思います。ではこれに下味をつけていきますが、はい、お酒が小さじ2杯ありますので、まずそれを入れましょう。小さじ2杯入れます。それから続いてお砂糖が小さじ1杯入ります。ちょっとお砂糖って意外なイメージがあるかもしれないんですが、お肉を柔らかくする効果があるので、はい、お砂糖を入れます。はい、で最後にお塩少々ですね。これは下味の効果がありますので、はい、これを入れていただきます。はい、塩を入れます。はい、3種類入れました。はい、じゃあ全部の調味料が入ったらですね、ポリ袋の外からですね、お肉を揉んでもらって、全体に味がなじむようにですね。なんか揉む時のポイントは児玉さんありますか。そうですね、あんまり力を入れすぎずに優しくですね、それでもう調味料と絡んだら大丈夫ですのでね、もう軽く全体が混ざり合って砂糖が溶けたなぐらいで OK です。もうここまでは本当に簡単ですね。そうですね、はい、じゃあこのお肉を茹でていきますのでね、お湯を 500ml 沸かしましょう。はい、入れていきます。これなんか入れる時のポイントはありますか。どういうんですかね、お肉を入れたら弱まると思うので、少し火を強めてもらって、色が変わったらもうざるにあげてもらって大丈夫です。あ、もうそれぐらいでいいんですか。はい、ね、今日はすまし汁になるのでね、やっぱりアクがふわふわ浮かない方がね、仕上がりも綺麗なので、はい、では、アクが表面に浮いてきたので、ここで火を止めてざるにあげます。いきますね。この下に溜まっているのが、これ全部アクになります。続いてスープ作りですね、児玉さん。はい、お水 300ml を沸かしてください。はい、でその中に白だしを大さじ2杯とみりん大さじ1杯入れてください。はい、これお湯の温度はどれぐらいがいいんでしょうか。沸騰しすぎない程度の火加減で優しく煮てもらえたらと思います。はい、ちなみにこれ沸騰してると何かまずい点があるんですか。熱々の方が美味しいイメージなんですけど。そうですね、沸騰しすぎるとやっぱり出汁の風味が飛んでしまうのでね、はい、それからお肉もあんまり高い火加減だと硬くなってしまうので、優しく沸騰するぐらいの温度で煮てもらえたらと思います。かしこまりました。先ほどアクを取ったお肉すべて入れます。マスク越しなんですけども、このお出汁とみりんの香り、ここまで来てますよ。はい、2、3分が経過しました。児玉さん、ここからはどうしましょう。はい、木綿豆腐の小さめのがね、1パックありますので、これを入れていきたいと思いますが、はい、包丁で切るのはね、もう面倒だったりするので、今日はスプーンを使って入れてもらえたらと思います。ありがたいポイントですよ、本当。相変わらずここまで一切包丁を使ってないというね。今日はもう最後まで包丁いらず。はい、そうですね、スプーンでいきましょう。はい、じゃあこのままこの豆腐を入れていきます。よっ大丈夫かな、かなり豪快な感じになっちゃいましたけど。いやいや大丈夫です、表面積が増えて味がよく馴染みやすいのでね、かえってスプーンを使った方が、ああなるほど、足腰見て美味しいと思います。はい、さて児玉さん、豆腐がゆらゆらとし始めました。はい、
じゃあこれでもう盛り付けて完成になりますが、ネギの小口切りとそれから七味をお好みで振って召し上がっていただくと美味しく食べれますのでね、はい、あとは仕上げるだけということで、小玉さんここまでありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。渡辺大輔作なにわ名物肉吸い完成しました。どうでしょうか。もうね、この完成のこの見た目もすごく色鮮やかなんですが、この香りもね、本当にお出汁のいい香りもずっと鼻をくすぐり続けてます。もう我慢できませんので、早速いただきます。はい、ワイルドにカットしたこの豆腐というのもね、いい感じなんですよ。この綺麗な色をした牛肉と一緒にいただきます。おいしい。すごい美味しい。あ、いいですね。もう白だしとみりんで取ったこの優しいおだしっていうのがね、もう本当に優しい味わい。牛肉にも本当に味が入ってて、牛肉の柔らかさ、お豆腐のこの舌触り、これも最高です。今回包丁使ってないのにね、もう一切包丁使わずにこんな本格的な味が楽しめるっていうのは、これは本当に自分で、作っておきながら児玉さんに教えていただいて本当にもう感謝ですね。これびっくりです。おいしい。今回のレシピはサリオウェブでも掲載中です。本当に、ヘルシーでお酒との相性も抜群です。ぜひ皆さんもご家庭で試してみてください。